石狩は太平洋フェリーが運航するフェリー。太平洋フェリーの同盟の船としては三代目。2011年に就航し、現在も就航中である。仙台の石狩の台船として建造された。全長は巨大船に該当しない限度いっぱいの199.9メートルとされている。先に建造された基礎の順道系船で推進システムについては、 基本的に前船を踏襲しているが、主機が L 型9気筒から V 型16気筒へ変更され、振動、騒音がより軽減された。全船で採用された主機間の防振指示、後部船室の浮き床構造も継承されており、基本設計段階での振動解析を受けた構造部材の配置により、快適性の向上が図られている。また、航路の特性上、 昼間の時間帯も航行することから、可能な限り船室を海側に配置し、展望を確保している。本船は2011年3月8日に引き渡しを受け、3月13日の苫小牧発の便から就航予定であったが、大阪港、名古屋港に続いて実施された、東京港での内覧会中に、東北地方太平洋沖地震に遭遇、本船に被害はなかったものの、 仙台フェリーターミナルが津波により被災したため、就航が延期となり、その後、暫定運航が開始されたことで、2011年3月25日に就航した。海事プレス社の雑誌、クルーズ市場で選出される、クルーズシップ・オブ・ザ・イヤーのフェリー部門賞を2011年より連続受賞中。太平洋フェリー所有の各船は、デザインコンセプトが定められているが、 本線は、エーゲ海の輝きをデザインコンセプトとしており、船内は青と白を基調としたデザインとなっている。船室には、エーゲ海の島々の名前が付けられており、船内に配置された美術品もギリシアに還元するものとなっている。船台と比較して個室が大幅に増やされ、B 寝台の階段を互い違いに配置するなど、プライベートスペースの確保を重視した作りとなっている。 また、バリアフリー対応として、一等用室、S 寝台に車椅子対応の客室が設けられ、船内の廊下等も車椅子での利用を前提として設計されている。バリアフリー対応エレベーターの設置により、車両看板から客室、公室、遊歩看板までフラットに移動可能で、車椅子対応多目的トイレも設置されている。スイートルームの先客には、 レストランの食事券がサービスされる。スイートルーム及び特等はバスシャワーと入れ付き、一等はシャワーと入れ付きとなる。個室、S 寝台にはテレビが設置されている。ありがとうございます。